来月6月で今年も半分終わりますね。なんかさ、あの日長くなったじゃん。7時ぐらいでも結構明るいじゃん。なんかちょっと夏の夜ってこう日長いからワクワクするよね。一日長いような気持ちになる。あそこら辺の時間がね、6時7時ぐらいが一番なんか、あ、まだ明るい、でも6時7時だみたいなね。わかる、この感覚。なんかちょっとワクワクするんだよ。こんなに暑くなっちゃって6月でさ、こんなに暑かったら12月どんだけ暑いの。次、倒すか壊すか。殺人鬼による逃走中にパレットを倒す、これだね。あれだな、ドクターの会と一緒だな。あの神会が生まれたエイダで行くか。俺がギデンを指定してるからね。キャキャキャ、よしよし。で、これ先に倒す。これで1な。で、次どうしよう。間に合うこれ。あ、なんでつまらない、これ。おい、ふざけんな、おかしいぞ。詰まってるよ、あそこ。俺には見えない段差があるよ。もう一回ギデンを指定して、うん、そうね、あの詰まるのをちょっとやめてほしいな。まあ、デススリンガーはね、いい感じだったな。ナースとかよりは全然いい。次、ぜひカニバルじゃなくて、プレイグとリージョンでお願いします。あれだな、結構そこ考えないとな。空いてくればね、やりやすいんだけど。ダイングライトだ。うわ、やってるわ。このアーカイブの時に限ってナースと、ナースはダメでしょ。やばすぎだ。もう倒すわ、もう1。2。あ、当てじゃ、え?もうこれから板の意味ないです。板当ててスタンしなくなりました。キラーは嫌がらせだ。また嫌がらせ始まった。ちょっとさすがにゲーム性が崩壊している。逆境魂つけてるけど常に逆境な男。確かにね、逆境魂ついてるけどゲームバランス崩壊してるもんだって。じゃあ何板何のためにあるんですかってなるでしょ、キラスタンしないんだったら。しかもこのアーカイブでナースはおかしいぞ、嫌がらせでーす。嫌がらせされてます。31分の1でナース引いて、一番あのアーカイブで一番来ちゃいけないナース31分の1引いてます。そしてしかも板スタンが入らないという恐ろしいバグを引いて、すごいねとんでもないね、とんでもないこと起きてるよね。だからこのね、このハードモードでこのペースはもう十分普通にやりたいな。うん、俺のような環境でやってたらデッドバイデイライトもうすぐもうやめたってなる人の方が多いでしょ多分。さあ残り半分ですね。9枚倒すぞ。壮大な振り。いやいや別にニヤニヤしてるね、エースのおっちゃん。全然俺別に振りも何もフラグも立ててるつもり全くないんだけどね。よし、見つかるぞ。あ、あー、よかったよかったよかった。一番いいやつ、一番いいやつね。で、あ、板さん、オッケー。ちょっと優しくなったな。オッケー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 。一番や、おい、どん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 。ワンコそばみたいに、どんどん。じゃんじゃん。じゃんじゃん。じゃん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 。あ、そしてあれか。衰弱なるやつか。
あリーグのね、リーグのバスケね、あれかと思ったわ。日本代表の決勝なんてやってたと思って。8月の25だっけ。よしよし、もらいたいもらいたい、もうチェイスするわ、アーカイブのために。衰弱も切れるし、どこだ、ん、よしよしよし、オッケー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 。ああやりやすい、とんでもなくやりやすい、ああやりやすいな、これやりやすいよー、これが本当のデッドバイデイライトだよ、これが至って普通のデッドバイデイライト。さっきまでマジでハード、ハードすぎ。あと4、じゃんじゃん、どんどんじゃんじゃん、どんどんじゃんじゃん、あと3、うぅ高まる、うぅうぅ、ここはちょっと一旦待とう、来てもらって、よし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 、うぅふぅ、 OK で、あとはちゃんとやろう、インタスタンさせてもいいんだな。俺が指定したギデオンでアーカイブしっかりクリアする、これが真のアーカイブガチプレイヤー。うぅー、スマートな着地、ピュー、よし、このタイミング、さっきまでは同じタイミングで倒してたからペイントに引っかかると、めちゃめちゃ楽さっきのに比べて楽すぎてね、分かったでしょ、どんだけ嫌がらせ受けてたか、異常だったでしょ、普通は拗ねるから、あれもうやめたってなるから、みんな、あ、解体ついてんだ。で、発電機回しますか。お、お、お、いるね。来たね。これ、一回回復しようか。お、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 いやー、もうアーカイブは気にしなくていい。のチェイス、なんで倒れないの、なんで倒れたの、よしよしよし、残り3、いいぞ、おもちゃついてる、ってことはペンティメント構成か、テンション上がるよ、もうさっきの試合でテンション上がる人いないでしょ、明らかに。さっきの試合で笑ってられる人は、ちょっと俺も笑ってたけど、ネタにはしてるけど、おかしな人です。これが本来だから、これが本来のちょうどいいバランス、めちゃめちゃやりやすい、ありがとう、やりやすいね、あっという間にクリアできたもんね。さあ電気直そう、あーでもおもちゃ怖いな、これな、ここ見えないから、おもちゃ探しに行くか、回復は間に合んないね、一回探しに行くか、こうやって探してる間に見つかる可能性あるけど、一旦探そう、板はいっぱいある、あったあったあった、こんなところに、よしで逆境魂で
まさに逆境よ、今までの状況。もう 9% どころじゃなくて、正直 2000% ぐらい上げてほしいところだけどね。じゃないとバランス取れてないよ、正直。今までと動力比べたら割に合ってないよ、正直ね。2000% ぐらいにしてもらわないと。疲労回復しちゃいたいな。いけるかな。で、壊したところは覚えとくことね。しっかり覚えとく。回復はしなくても良さそうだぞ、リージョンは。どこだ発電機。そして上か？ん？覚えといて、そこか。あの、トーテムね、立てる可能性あるから、ペンキルンと。そして解体ね。さあ残り3台。ここはちょっと回すか。誰かがチェイス入るまで。お、地雷爆破が登場。ここは回しましょう。ネアちゃんの方行ったかな。逆境魂で早いからね。センチメント構成もね、増えたよね。ナイス救助。で、上もあったっけ。ここもあるね。ここ直すか。ふぅ、来るかな。一旦落ち着こう。先にスマート、スマート。先スマート、さっきスマート吐いて奥行くか。 OKOK。 残り2、回復しないでいける。これあとはその反対ね。ここね。あ、ここなんもないな。ここちょっと怖いね。こっち側にしか逃げれない。で、ネズオの番で疲労回復がめちゃめちゃ早くなってます。もう一回スマートな着地使えそうだね、すぐ。こんばんは。 BP2 倍だと思ったら終わってたわ。エース負傷してるとき腹式呼吸みたいにするよ、確かに。もうずーっと前、実装してるとき、実装当初からもう、ふう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 言うてるからね。いいぞ。ん？上か？おう！近い！近い近い！近すぎる。さあ残り1台だ。さっきのとこ、この上か。上だな。救助行こうか。おい。 OK。 残り1台。あー、そこね。そこか。なるほど。上の方が俺やりやすいな。スマートな着地あるから。あそこは誰かに任せつつ、ここだ。ペンティメントなさそうだね。どうせ、これ、あれな、オーマイガー！やってもうた。これね、みんな回復せずに、どうせ回復しちゃったら衰弱効果になっちゃうから。でもあれなんだな。C 強症とかついてないんだね。
あのアドオンと C 挙手をつけると相性いいんだけど。さあ残り1台だ。いいよ。楽しい。ちゃんとしたデッドバイデイライトだから楽しい。さっきまでの1戦2戦はもう許せない、マジで。マジで許せない。解体とおもちゃとなんだろうね、あと2つ。でもなんか他になさそうだから、遅延も。もしかしたら後半のなんか袋小路とか血の番人とかじゃないかなって。これ直しきるよ俺。あの2戦許せないでしょ、みんなも見ててさ。自分がもしあの立場になったらさ、ね、怒るでしょ、拗ねるでしょ。怒る人もいるだろうし、拗ねる人もいるだろうし、もうやらん、もうデッドバイデイライトなんかやらんってなるでしょ。そんな中もうちゃんとめげずに実況するゲーム実況者の鏡見てん。キュッ、あ、来た来た来たよ、来ちゃったよ、来てるよ。一回ゲート意識させるよ、ゲート意識させて。みんな、あ、スマート、スマート、スマートな着地だ。みんな回復してないでゲート開けてください。回復する意味ないからゲート開けるんだよ。ちょっときついよこれ、痛ねえよ。間に合うか。あれ回復してないでな、ゲート開けてくれたらな。もう一人肉壁入っていけたけど。ああこれやばいな、これそれで出ちゃうの。二段階回復しないとこれきついぞ。よし、一旦離れよ。で、できれば、できれば頼む。足跡拡散してほしい。で、疲労回復します。よし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 。ううスマートに、うはスマート発動しないのこれ。オッケー、アイムフリー、倒すか壊すか。殺人鬼チェイス中に合計18枚パレットを倒す。リージョンよかった。発電機の修理速度がオーラの強さで判別できる。どれぐらい、グレーの巨乱使ってるとどれぐらい回ってるか分かるやつだね。と、あと、回復、負荷でを回復すると60秒間衰弱効果、回復できなくなるアドオンでした。共鳴する靴、悶絶と、イタチか。イタチでしたね。いやー、もう2試合分、前と前の試合の分、やっとちゃんとした試合が来て、今のでまあまあちょっと、まあ普通ね、トントンだね。許すも許さないも、ちょうど同じラインの0、0、0です。ちょうど無だよ、無。無の感情だよ、今。さっきのはだから回復しなくてもいいっていうのは、俺がチェイスしてることが完全に分かってたから、で、リージョンでしょ？リージョンだからグレンの狂乱中はダウンしないから。その間にゲート開けないと、まあ安全だからね。基本的に誰かがチェイスしてるときは安全だから。しかも相手リージョンだからね。強気でゲート開けた方がいい。まあよかったね、みんな出れたんでね。キャボイズってトントンでしょ？でしょ？うん。そんな甘くないよ。っていうか、それぐらい1試合目と2試合目はおかしなこと起きてるから。